ジョバンニベッリーニ、神殿宝剣クエリーニスタンパリア美術館、神殿宝剣は、イタリアのルネサンス期の巨匠、アンドレア・マンテーニャによる、1455年頃のカンバス状のテンペラ画である、ドイツのベルリン絵画館に収蔵されている。絵画の制作年は不明であるが、画家がパドワにいた頃の青年時代のものである。1453年から、 マンテーニャがマントバに向けて立った1460年の間に制作年が位置づけられる。場面は大理石の枠内に設定されている。幼子イエス・キリストが立っているクッションは大理石の上にあり、部分的に突き出ている。前傾にいる聖母マリアは幼子イエスを抱いており、髭のある司祭が近くにいる。中央の影に隠れた部分には後輪のある聖ヨセフがいる。 背景の両側には、降臨のない二人の干渉者がおり、右端の影から浮かび上がる男性の顔は、マンテーニャの自画像とみなされており、左端の女性は妻、ニコロシアの肖像であると考えられている。そうであるならば、本作はマンテーニャの結婚と関連していいものと思われる。マンテーニャとニコロシアの結婚により、 マンテーニャの義理の兄弟となったジョバンニ・ニベッリーニとマンテーニャは相互に影響を与え、それは両者の同主題を描いた作品にも現れている。マンテーニャの月マネの祈りとジョバンニ・ニベッリーニの月マネの祈りはその一例であるが、本作の主題である神殿方見もジョバンニ・ニベッリーニが取り上げている。 abhttps コロンスラッシュスラッシュ www.wga.f スラッシュ intx1.htmlwebgaler e l y o f a r t 2 0 2 1年7月24日。閲覧。ありがとうございます。